クラブロータスです。はい、2024年も残すところあと1ヶ月と数日、いかがお過ごしでしょうか。もう大変革の年ということでね、来年にかけて歴史的な、まあ、世界的なね、情勢の変化というのが、天体からね、予想されてるんですけれども、予想されているというか、あの星の通りに動くので、例外なくですね、歴史上すべて影響がありまして、あのエネルギー、まあ、同じね元ファイルの再現としては、再現はね、少し洋服が変わったり建物が変わったりするんですけども、同じストーリーがもう一回あのリピートされるという感じになります。同じ動画をね、ちょっとあの仕様が建物とか洋服とか、あとテクノロジー、インターネットが入ってきてますので、その辺のね大きな情報革命というようなものが、加入す、あの共同してですね、AI と人間の、共同創造というような人生に変わっていきます。そうですね、240年ぶりの天体になりますので、前回はですねフランス革命、それから、アメリカ独立戦争、特徴としては、個人が、指示通りに動くのではなく、自分の意思を持って、そしてそれに、まあ、反抗して反発して、自分の意思を押し通す、自分で独立する、独立がテーマになっています。今回は AI を使って人々が独立していく、地球上の誰もがスターで主人公というですね、最高のシナリオに向かって人類は今どん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 レベルアップ、ステージアップしている最中です。具体的にじゃあ個人レベルで私は何をしたらいいのというふうに感じると思うんですが、その場合はですね、前回は産業革命というですね、機械がなくて手作業で一つ一つ丁寧に作っていたもの、時間をかけてやっていたものが機械で自動化されて、あの大量に生産、物を作ることが可能になったという革命です。でそれに伴って、どんどん独立して自由になる人が増えた、自由な時間が増えた、自分の時間が増えたという感じですね。寿命を自分のために使う時間がどんどん増えていくというのが、この革命の実は主なあの芯の部分、核の部分になっています。ということはですね、 AI を使ってインターネットを使って、さらに自分らしく、他人の荷物を持たない人ほど、どん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 、共鳴してですね、源というんですかね、自分の根源のバイタリティ、エナジーが、自分の夢に、そのままダイレクトに電気を注入して、稼働して、願いがどんどん叶うというですね、はっきりと目に見える違いが出てきます。これまではグループで活動することが多かったと思うんですが、これからは一人一人が独立していて、もちろんグループにもなるんですけれども、それがねずっと続くとかね、固定されるのではなく、常に流動的に動いていて、世界中の民族ですね、どんな民族の人とも言語がすぐに翻訳されるので、通訳されるので、意図のね、あのコミュニケーションが可能ですよね。中国の方とかね、韓国の方とか、スペインの方とかね、どんな方でも、ロシアの方とでも、翻訳されているので交換が可能です。私もですね、買い物をして遠くからカナダから、取り寄せたりとかですね、よくしてるんですね。そんな感じで今まで買えなかったお店や人から物が買える、そして好きでもないものを我慢して、近くのお店だからといって買うことがなくなりました。もうね、この人のが絶対欲しいというような変わったもの、近所にはね、日本には売ってないようなものとかを海外のサイトから購入する。そしてお金の交換も言語の交換も瞬時にできるという状態が整いました。この時点でもう自分と関係のない人、自分が興味のない人、関わりたくない人とは関わらないようにすること、それが可能な環境が整ったというふうになります。お金をね、ために仕方なく何か仕事をする、例えばアクセサリーを作ってお金のために作品を、アクセサリーを作ると、なんかね変なものができるんですね。
でも手遊びをしていてたまたまできたものってね、素晴らしい作品で、本当に手が神様が入ってきて動くもので、手を動かしているといろいろとね、もともとあるものが目に見えない層にあるものを形にしていくというのがね、アーティストの作業になっていますので、もうアーティストに限らず絵に限らずですね、何でもそうですね、作るものは何でも、お料理とか農作物とか、どんなものでもね、手を動かしていると、神様と共鳴して、まあ、神というか全体ですよね、全体の皆さんと共鳴して、自分の最高の才能と魅力が発揮できるようになっています。これまではですね、生まれたところで、地域の子ども会があったりとか、近所のなんとか会とかですね、あって、仕方なくですね、そこに参加して、嫌いな人とも話したりとか、何か一緒に作業をしないといけないとかね、いろいろありました。あとは生きていくために結婚をして、結婚したりとか、好きじゃない人とお見合いして結婚したりとかですね、もちろん当たり前のことだったんですけれども、それから、孤児であれば、養子に入って、知らない方に育ててもらうとかですね、で、そういったことが当たり前で、我慢をして自分を消して相手に合わせることに、全力を注ぐので、相手の要求をね、聞こうとして、自分をね殺してしまう、自分の気持ちをね押し殺してしまうというようなね、特徴が誰もが持っています。で、人の気持ちをね目に見えないんですけれども、重たい荷物になってしまってね、背負っていると何もできなくなる、そして、自分が好きなような暮らし、自分の願いを叶えることに使うエナジーがないというふうに枯渇してしまうというふうになってるんですね。なので目覚めて自分で自由に好きなことをして生きていくというふうに強い決意を持った場合は、他の人の気持ちよりも他の人の気持ちを感じないようにする、感じずに、他の人の期待に応えないようにする、そして、自分の、したいなとか自分の体の感覚とかそういったものを優先して、そしてね、人の期待に応えないとその方はがっかりするかもしれないんですけれども、それがね帰ることによってね、地球全体にとってはとってもいいことがあるんです。あ、これしてもらえないんだなとか、あともらおうと思ったけどもうもらえないんだなとか分かった瞬間に、ご本人はまた対処法を考えて、何か成長するために変わっていこうというふうに、地球全体のプログラムとしてはそれで正しいので、人の親の期待とかね、家族の期待とか、近所 の友達と称した人の期待に応えないというのはとても大切です。コメント欄にいただいてたんですけれども、ありがとうございます。コメントのですね、値段の差があるのはどうですかというふうにありました。値段の差があるのはこれまでのビジネス界では良くないというふうにされてきています。例えば、分かりやすく言うとシャネルとかで、ベンツとかなんかロレックスとかですかね、分かりやすいブランドがあって、そのロレックスがですね、高い時計を売っているのに急に安いものを売ると、ロレックスを買った人は自分に自信を持つために、自分が重要な人物だ、自分がパワーのある人物だというふうにね、自分に自信をつけるために購入してるんですね。で、見せるためとかもあります。で、そうじゃなくて本当に好きなね、職人さんの技が好きなというパターンもありますけれども、多くの方は自信がないので、自信をつけるために苦労をしたりしてもですね、高いお金を払って、買ったのに安く売られると、そのブランドのイメージがぐっと下がって、何のために頑張ってきたんだろうというような気持ちが湧いてくるので、あまり差はつけない方がいいというふうに言われています。結局安いものをあげる場合はおまけにしたりとか無料でプレゼントする方が、ブランドイメージは傷つかないかなというふうに思いますが、これまでの概念なので、そこの方もね、その辺もジャンルが解けて新しいね概念が生まれてくるかというふうに思います。人それぞれね違うかなというふうに思っています。あとはこの光の絵クラブと書いてるんですけれども、特にね存在してなくて、その天体の宇宙タイミングでですね、この時は一人でした方がいいなとか、ソロでした方がいいな、この時はなんかグループでなんかちょっと天体がすごい感じだから、今年もすごい感じだったので
リーマンショック、前回はですねリーマンショック、あの惑星が、冥王星が動いた時ですねが起こりましたので、あの近いうちちょっと世の中的にすごい事件があると思うんですけれども、その後ですねめちゃくちゃまた私たちは楽に便利に暮らしていけるようなシステムにガラッと変わっていきますので、楽しみにされていてください。で、そんな感じでね気が向いた時にまたこんな、動画でね YouTube で募集したりこんなんしますよとかお知らせしますので、その時はぜひぜひね遊びにいらしてください。そして、こういった個人事業ですねを私はやってるんですけれども、大きい会社さんとか企業さんとのところでさせてもらったりとかですね、いろいろなパターンがありました。でイベントもですね大きいものから小さなカフェからありまして、大きいものはホールを貸し切ってブースを40ブースぐらいですかね、100人目ぐらいの方に出店していただいて、それはもう本当に秋のイベントでねめちゃくちゃ大変だったのでもうしてないんですけれども、私はなんかこじんまりしたところで飾り付けをしたりとかですね、ちょこまかしたものを作るのが好きだなというふうに思って、その締め切りとかもねあんまり設けずに、自分のこのなんかしなければと思うとなんかつながりがよくなくなって、なんか思ってないようなものがねできて、もうしょうがない、もう締め切りだからという感じでね作る感じとかがあって、あとはそういうのがねいろいろあって、まあ、こじんまりやるのが自分的にはこう向いてるなというふうに発見したんですね。まあただいろいろやっていこうとは思っているので、固定概念でね決めつけない方がいいかなというふうには思っています。で今回はですね本当に好きな感じの青山が私本当に大好きで、青山と表参道とかですね大好きなので、その空間で、これねまだ作ってる最中なんですけれども、ここになんか薄い紙で透明なクレヨンでお祈りを書いて絵馬みたいにして貼って、みんなで作る虹流みたいなのですね、そのシミュレーションでしてるんですね。であとはインフィニティアーティストの方は皆さん花をつけてますので、コスチュームをねつけてますので、見かけたら話しかけられてください。あとは、すごいねスーパースターの女神様、演奏家のね、ビオラと、サックスと、クリスタルオールをですね演奏してくださるので、私の二次流儀式とか、京都のね、絵画の先生のライブペイントとかとコラボして、すごいねイベントになるんじゃないかなと、その場でね即興でできるので、訪れてくださっている皆さんと作り上げる感じのイベントパフォーマンスになるかと思います。もう何が起こるか分からなくてね、いつもね毎回びっくりするようなことが起こるので本当に楽しみです。とあとは、オラクルカードを今作っているので、これもね私たちインフィニティアーティストからのプレゼントで、よかったらですね、アーティストの皆様のところリンクできるように少しずつ特設スペシャルコーナーをね、作っていきますので、そちらもね楽しみにされていてください。会場に訪れた方にはねカードを引けるような感じにしておりますので、楽しみにされていてください。あとはねまたご質問がいただきましたらコメント欄を見てお返事随時できたらいいなというふうに思っています。はい、音楽会はねもう先取りして映像が見えてしまって、こう上にね螺旋状にブワーってね光が上がっていって、それが昇流で竜になって、みんなの願いが叶っていくんですよ。めちゃくちゃすごい。それで前やってたことがあるみたいなんですね。前ね地球と、びっくりするんですけど、またね変なこと言うけど、地球となんか月みたいなねピンクムーンみたいな惑星がちょっと重なってるんですよね。で球体なんですけれども重なっていて、なんかそこでねこう結構行き来していて、で離れる時もあればひっついて合体するような時もあるんですよね。でなんか月食みたいな感じでこう重なぴったり重なる時とかもあって、それに従ってこう儀式をしてたみたいです。で今年は本当にすごい年になって、来年からですね誰もが一人で、お一人でね
活躍独立して、活躍しやすいように、法律の方も整っていきますので、本当に楽しみに、なんかね難しいと思っていて面倒くさいと思っていたようなことがすごい楽になって、やってみたらこんなに楽になるんだなっていう感じでね、びっくりするされるかというふうに思います。はい、なので、またね、ご質問などあればコメント欄を見てね、随時お答えできたらいいなというふうに思います。ではまたお会いしましょう。素敵な秋の日を、冬の日をお過ごしください。またね、バイバーイ。 See you next time.